描くときは本当に自然体でいるというか、ここをこうさせたいっていう気持ちはあんまり込めないようにしてて、ただそこにあったっていう。でその中でやっぱり理性では説明できないようなノイズがかかってくるので、描くのは理性では抑えられない本能。ブレイクベイ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家友澤小太郎、幼少期をフランス・パリで過ごし、身近にアートと触れ合ってきた彼女、写真と見まがうその作品に込めるのは、汚されたものの裏側にある自分自身の本質。心の中は基本もう壊したいことだらけなんですよ。でもやっぱり綺麗だとか可愛らしいものをただぐちゃぐちゃに壊すだけも違うなと思うんですよね。全て覆うことで想起されるじゃないけど、生き物としての自分に帰りたいっていうか。刻々と形を変えるスライムと変わらない自分、二つが交わったその一瞬にこそ感じられる本質がある。ヌメヌメしたスライムを描くようになったのは大学に入ってからですね。なんか大学に入ったら絵があんまり描けなくなっちゃって、なんかすごい自分の所在がない感じを日々感じて追い詰められてて、気づいたらかぶってました、スライムを。スライムをかぶった時になんか自分の肉体がある感じがしたんですよね。その感覚を丸ごと作品に刻み込みたい。こだわったのは唯一無二の色。チューブから出したままの色をなんか愛せないっていうか、1、2時間ぐらい色を混ぜたりとか、そんぐらいこう愛した色っていうのは、描いた時に油と自分が一体になった感じがあって、スライムの絵を描いた時に本当にありのままの自分がドバーッと出た感じで、すごく気持ちよくて。スライムを通して人が存在する意味を描きたい。本質と常に向き合う友澤小太郎の答えとは。難しく考えないでほしいですね。私の絵はこれを伝えたいんだよっていう、そういうピンポイントに絞った何かは特になくて、にじみ出た何かが真理だし、それを見てそれぞれみんなが受け取るものが真実で。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家高木大地のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。